1日講師1講師から3講師3クラスなんで1年生ですか。どうする僕も記念品を卒業記念品今回はね言葉を決め自分の、うん、なんか一言字をね考えておいてくださいっつってそれを書こうっつって字って漢字うん、なんか四字熟語でも何でもいいんだけど、うん、夢でも何でもいいんだけどそういうちゃんとね、一昨年は食育に絡めてたから、うん、あのご飯じゃを願ったり叶ったりご飯じゃご飯じゃを作ってで、最後のご飯の給食の時にそれをみんなで使うっていうね、そういう記念品だった。